日本で画家をしている杉山拓也と申します。平和について僕はあらゆるものが苦しみや悲しみから解放され、それに基づいた行動がなされない状態だと思っています。世界の悲しみに寄り添えるものは慈悲の心、そう思っています。それは痛みを共感して、悲しみを共感して、その上でそれを罰するのではなく、ただただ受け入れ、許し、認めること。そうすることで全ての悲しみや痛みは、おのずと自ら癒されることになると思っています。人は健康であるだけ、魂が健康であるだけ、心が健康であるだけで、幸福を感じることができると思っています。このフェスティバルに皆さんと世界の健康を共に祈りたい、そう思います。